皆さんこんにちは、ダイタラです。ポケットモンスターバイオレットをやりましょうか。さあ今日もおやつおやじやっていきたいと思います。さて伝説のポケモンね、現在たくさん捕まえてます。ドンとこんだけわからんまあたくさん捕まえてるんですけど、今日もこの続きから捕まえていきたいなと思います。頑張りましょうか。さあおやつおやじ、今日のポケモンは何だい。ダイタラのブルレイクの様子は OK。 50回達成やってるね、ミッション。さておやつ、何のやつ。カイオウが来た。ねえ、いいね。さて、カイオウガ、海かな。じゃあカイオウガのおやつ。カイオウガってポケモンはね、とっても珍しくて、めっちゃ雨降らしてくるやつ、めったに会えないんだよ。カイオウガといえば、僕が若い頃にパルデア地方を冒険してたら、海で変わった岩を見かけてね。あ、これは有名なご利益がある岩だって思い出して、それならねえ、それならと目をつぶってお願いしてみたの。だってしばらくやって目を開けたら、なんと岩の手前にカイオウガがズドンって現れた。僕驚いちゃったから。おやつ持ってるあなたも会えるかもに。すごいね。いろんなとこ旅してるね、あなた。おやつおやじさん。さあ、ご利益がある岩ってどこにあるのって話なんだけど、海辺のなんか、この辺、いや違うか。なんか変わった形がした岩がね、どっかにあったよねっていうところで、多分その辺りだと思うんですけど、海のまあ岩辺のどこか。あ、こことかありえそうだな、ここ。とかねえ、まあそんなとこでしょうか。ちょっと何箇所か気になるポイントがあるので調べてみましょうか。よし、じゃ行ってみよう。さあまずは1箇所目。うわー、なんか違うかな、ここは。ねえ、マップの左下のね、ところにあったところなんだけど、なんか特徴的な岩場あったなってところが、どこかちょっと思い出せなくて来たんですけど、多分ここじゃないな。この先とかにも岩場があるけど、ただの岩場だもんね。どこだっけなぁ。ちょっと別のとこ行ってみましょうか、次は。あ、ここだわ。ありがたいわ。そう。なんかどっかになんかそれっぽいとこあったなって思ったのよ。これですよ。もう、ま、確定やん。ここ以外ありえへんやん、むしろ。ねえ。さあ、ありがたいわ。その通り、パルデア、何系か忘れたけど、何系かの一つの入ってるとこですね。岩がいっぱいあってありがたーいところなんですけど、さあ、海洋画は、どこにいるんでしょうか。この岩の上にいるのかな。岩の上にはいないようが。ちょっとね、この周辺探してみるか、とりあえず。これだよね、とりあえず、ありがたい岩の。ね、特徴的なやつって。カヨがいない。鳥が飛んでる。イルカがいる違うな。いた、普通にいたわ。ちょびっくりした。だから別のポケモンで下がっちゃった。酒ちょっとセーブして、ちょっと挑みますか。よし、では挑みましょう。カヨが海にいるんだ。地面にいるわけじゃないんだね。ギュラルイルリール、いきましょう。そりゃそうだよな水タイプのポケモン、海のポケモンですからね。海の王です。さあ雨が降ってきた。さあいつも通りやっつきましょうか。とりあえず電磁波、電磁波してからひたすら峰打ちを打ってやっつけてやりましょう。しびれて動けないね。モンスターボール俺あんま補給してなかったけど、何個ある。今34個しかねえ。あ、間違え、電磁波連続で打っちゃった。間違ったすでに麻痺している。しびれて動けない。もう今無駄な、人生で最も無駄な一旦を過ごしてしまった。最悪すぎる。せい。あ、意外と柔らかい。レイビームいや、下顎から出てた今。レイトービームが唇の下から出てたぞ。そこレイトービーム、ほらほら、下の歯から出てる。下と歯の歯の隙間から出てるかもしれない、レイトービーム嫌な打ち方してるな。ダクリュー、これだるいな。1位残った。悲しませまいと持ちこたえた。いい子出さえないと。ねえ、俺が一発で捕まえてやる。任しとけ。モンスターボール頼む、思いに応えろ。ダメでした。アクアリンクって何、回復するやつだっけ。え、迷惑。それ迷惑ですよ。え、ちょっと待って、ガチでそれ困るわ。ちょっとこれ大変かもしれないな。このアクアリング使われたせいで毎ターン16分の1体力回復するんですよ、こいつ。
16分の1ってとんでもない数字でやばいんですよ。だから何回かやられるごとにとりあえず峰打ちをこすっていこうっていう作戦なんだけど、ちょっと苦しいなこれ。クリティカルとか出してくれんのに、サウ余裕なんだよね。よかったよかったよかった、ガチでよかった。ウェイ、いや意外となんかあっさり捕まってくれたわ。海王が、うわー嬉しい。海王が見てみようか。みんな海王がすごいやつね、雨降らしを持っている。めっちゃ嬉しい。アクアリング、ちょっと悪魔みたいな技だったな。オッケー、あっさり一匹目ゲット。もうそろそろだけど、俺もう全部捕まえたんじゃないのね。まだダメ。あらばすごい、60回達成、すごいでしょ。頑張ってる大田さんにはおやつ、おやじのやつをあげるね。ルギア、ルギア、すげえ、海と嵐だ、来た。ルギアのおやつ。ルギアってポケモンは珍しくて、めったに会えないんだよ、ほんま。僕が若い頃、綺麗なパルティアの海を背泳ぎで移動してたんだよ。なんでだよ、ポケモン乗って移動しろよ。ねえ、そしたら、冷たい海だったから、少し泳いだら寒くなっちゃってね。ってことは北側だね。うん。ブルブルっと震えながら近くの島に上陸したの。そしたら近くに大きな渦ができた、できて、海からブワッとルギアが出てきた。これは僕もたまげた、嬉しくなって寒さも吹っ飛んだよ。寒い海のどこかに会えるルギアくんっていう、なかなかに渋いな。ルギアってなんか昔ポケモンスナップとかでさ、海の中に出てきてたよね。多分この辺りでしょう。島って出たから多分第一候補ここら辺でしょうかね。よし、行ってみましょうか。よし、さてと、一旦ちょっと全部チェックしていこうか。さ、北パルデア海ですね、ここは。北パルデア海。よいしょーい。これルギアじゃないよな。光ってるもんな。よし。この今上からチラッと見えたあの海のね、あの島、背泳ぎで泳いでたら寒くなっていってたから、ねえ、多分合ってるのかな。北のパルデア海だし。この島のどこかにいるのかなと思いますが、果たしてといったところでしょうか。ねえ、ここじゃなかった時がちょっと困るよねって感じかな。正直言って。今回のね、内容に一番合致してるからさ。いない？今、もうここにいるだろうって俺もう決め打ちで来てるけどさ。いないわ。あそこにいないルギア、実は。この変なとこに。ここ。いや、いたわ！すっげえ、さびれたとこよ、ルギア。だからルギアちっちゃくね？こんなもんだっけ？でか、こっち木の束でかいのにな。ルギアと勝負しましょう。ルギア！わばば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 。溺れてしまう。ね、勝負と行こうぜ、ルギア。よし。エアロブラスト撃ってこい、俺に。で、ギャース！俺、ポケットモンスターは銀をやってたからね、ルギアがすっごい好き。手ってそんな、ほんと手なんだ。ハリティヤマみたいな手してんだね、ルギアって。ハリティヤマみたいな手。いや、間違いないでしょ、ハリティヤマみたいな手って言ってよ。ねえ。ビジブクソかっこいいし、自己再生ダメ。これ、自己再生してくる敵には、ちょっと良くないんですよ、みたいな、このゲーム。何が良くないかっていうと、そう、催眠術をしないと勝てなくなっちゃうので、抑圧ある使いましょうか。ちょっとね、戦い方が変わってまいりますよ。ルギア戦、自己再生、勘弁していただきたいですよ、これ。ちょっとね、今回しんどい戦いになるかもしれないですね。ささみじゅう。眠らせて殴って捕まえる。これを基本スタイルでいきましょうか。おやすみなさい。よし。回復持ち系が一番だるいからな。ちょっとなんとかしないとね。で、一番めんどくさいことはね、このサイナイト。この子をね、倒してはダメなんだよ。要は。わかる？言いたいこと。倒しちゃダメってことは、つまるところ、やられないように回復アイテムもちょいちょい使いながら、ね、やんなきゃいけなくて、そこだけちょっとめんどくさいよねって感じ。エアロブラス来た！あー！待って、これやばいかもしれん。急所抜群。どんだけ減るねん。許してもらえますかそれ。いやもう食らったら回復で、起きたら眠らせるで、隙があれば殴る、もしくはボール投げる。これで一生繰り返していきましょう。神通力力だよ。うわ全部抜群じゃんこれ。キッズやべえぞこれ。よし、眠れ眠れ。欲アタールっていうアイテムの効果のおかげでなんとかしのげてはいるけどって感じかな。これはまずいね、ちょっと。よし、
さあ、これで、とりあえず、最低限。ドン。体力1まで持ってきた。起きた、おはようございます。お早い目覚めで、やめてもらえますか？雨乞い。手でか。おい、海洋画かよ。今のラッキーコードですね。雨乞い自己再生、陣痛力、エアロブラストっていう技構成でしょう。おそらく。よし。雨乞いを一生こすってもらいましょう。これは。まずい。自己再生も嫌だな、でも。ただ、初ボールいきましょう。残り30個。さっき俺4個くらいで捕まれたの。最強すぎるじゃん。1個で頼む、ルギアも。1個じゃない。今なんか今空中浮いてるみたいな、ルギア。海のエフェクト。今回どっちも海に埋もれてんだ。ポケモンたちが。面白いね。海ポケだな、海ポケみんな。で、1?2、2はいかない。1だけです。おはようございます。やめてください。出た！エアロブラスト！やーばっす。いや、クリティカルでもいいから、ちょっと伝わってくんねえかな、ほんと。1?2?3? うっさりと捕まってくれよ、そこは。おはようございます、ルギアさん。いつもいいお目覚めで、死にそうです。今、4つ投げたから、とりあえず。ボールは。これでさっきの海洋画と並んだんだけど、あれで捕まってくれたら4つの法則で捕まえれたって最高だったのにな。チップしおめえ。いや、今回のルギアなかなか捕まんないなぁ。よし、さて、これ10球目ですね。1。ダメだ。やばいんだよ、1個やばいことがあって。この、PP が1個問題になってて、催眠術の PP がアット1ぐらいなんですよ。やばい。回復せずに生きてるから、俺。ねえ、頼む。捕まってくれ。マジで頼む。マジで頼む。1揺れじゃなくて、3揺れ、3.5 揺れしてくれ。あ、長い。ごめん、眠りたん長い。あ、ゼロだ、もう。あ、ゼロだ。え、プレッシャーかこいつ。ルギアって。さっき2あったなと思ったのに。待って、こいつプレッシャーだから、そのせいでなんかピピッと消費早いんか。待って、ポケモンのことご存じないに。すいません、ないです。やばいです。もうそうなったら話は違う。話は違う。もう、ダメになるまでやってリセットです、これは。話が違った、こいつ。自己再生、もう話が違う。話が違う、それは。もう違う。違うんだ、それは。話が違う。回復全然ダメしておらねえ。もう話が違う。もうおしまいです、これ。ねえ。じゃあ、2巡目行きましょう！またここからです。さっきはもうリセしました。もうどうしようもなくなったんで。PP なくなったら無理です。催眠術の PP ね。プレッシャーだということを踏まえて、いや、PP リカバーだとかなんか、PP 回復するアイテム使えばよかったんだけどね。やり直しちゃいました。まぁ、ちょっと今回で、ね、頑張って捕まえに行きましょうか。何ターンかかるんでしょうかね、今回も。困ったなぁ。2回目の、これ、催眠術 PP0 です。いや、こいつ全然捕まんねえんだけど、ルギア。おい、おめえ、どういうこっちゃ？捕まってくれ！ダメかも。いや、今回この眠る、起きるまでに捕まえないと、ちょっとめんどくさい。お、頼む。ガチで頼む。ガチで頼む。捕まってくれ。1、2、2まででしたー。おはよう。あ、まだまだする。ラストチャンスある、ラストチャンス。結構ボール投げてるよ。で、なかなか捕まんないね、今回。1?1! おはようございまーす。うわー、どうしよう。うわ、めっちゃめんどいな、お前。さて、皆様、ピンチでございます。もう、うちの捕獲要員がやられました。そして相手状態以上かかってない状態で体力1。ねえ、自己再生されたらリセットしようと思って、早千年。自己再生しないのでモンスターボール投げ続けてるんですが、一向に捕まることなく、幾千年。で、モンスターボール残り数は2です。どっちが捕まえるが勝負だ、これ。ほら、捕まえてやるよ、これで残り2個で。よしよしよし、いいね、最後の最後に持ってきたか。なあ。ここからだよな、本番は。さあ、来い！最後のモンスターボール！お願い！おはようございます終了です。またリセットしましたよ。うん。
なかなかに過去トップクラスで時間かかってきてる気がする。まあもっと長いやついたけどさ、他にも久々に長いウェブを吐きそうでも何回目か分かんないぐらいの見てください、催眠術 PP0 です。それでも皆様ダメみたいです、捕まりませんどうしよう、ルギアやろ、ルギア俺の ポケモンじゃ捕まんない仕様になってるかもしんない。もう終わりだよお前、俺は怒ったよ。もうスペシャルガードよ、こうなったらもうスペシャルガードで耐える、耐えて電磁波でいこう。もう怒った俺、もうこれでいこう、この戦法で。催眠術がめんどくさいからやっぱ時間かかるんで、うん、それも大変なんだけど、まあ、さっきパワープラスも使いました。攻撃力2段階上昇してるんで、この状態で峰打ち、オッケー、2回峰打ち、これしかない。これでちょっとそうだやろ、もうルギアお前もう一生しびれて動くな、ルギア一生動くな、こいつ。でも麻痺で一発で捕まってくれ、麻痺一発、麻痺は正義だって俺に言わせてくれ、頼む。ダメみたいです。2?3? おい、久々に、めっちゃ久しぶりに3回揺れた今、やっぱ麻痺なのか運なんだけど、いや麻痺なのかもしれん、2回揺れた、3回揺れた、麻痺なのか、待って2回連続、麻痺すご、今眠るだとリセット2回分ぐらいあれだよ、3揺れとかなかったのに麻痺にした途端今ダメだったけど、こんな揺れたよみんな、麻痺なんかもしれん。麻痺のいいところやっぱこのね、今防御力上がってるから、ひたすら脳死でモンスターボールを投げ続けられるところ2回 ?3 回ゲットしたわ、麻痺すご、麻痺やったわみんな、ね、催眠術もう忘れよう大変だったルギア、好きなポケモンだけどちょっと今回苦労したな、だいぶルギア神通力エアロプラス、あもう PP なくなってたんだ全部、君戦いすぎてごめんよ。はい、さあこれで見てください皆さん、伝説のポケモンたくさん埋まったね、うん、まだ何がいるんだろう、わかんねえ、サンダー、ファイヤー、フリーザー、ファイヤーもいて結構まだいるかもしれん、めっちゃおるな、まだ。でも、ライコ、スイク、エンテンいるし、ほう、ルギアもいる。ねえ、何が言いたいかわかんねえっす。さて、今日もね、もうずっと疲れちゃったんで、ねえ、伝説のポケモン、あまりにもエグかったんで。さあ、今日はちょっとね、残りやっていきましょうか。ちょっと図鑑を1個2個ぐらい埋めよう。じゃあ、最後に。さあ、埋まってないポケモンがほとんどね、なんか限定ポケモンと通信交換だけなんで、もう、3度か6度どっちかいるだろう。だから調べたところ、アローラの3度はいるので、3度捕まえに行こうぜ、アローラ3度。ロコンはバージョン限定でした。ね、バージョン限定の子が多いことよ、このゲームには。ん?ちょっと待って、そもそも持ってない子、いいつけた、ヒコザル。ラッキー。ヒコザルゲットしよう。よし。ちょっとね。3度探してるんですけど、アローラ3度もなかなか見つからないわけなんで、この子さっと捕まえてニコニコしときましょう。ナイスゲット、ヒコザル、オッケー、猿ですよ、豪華猿だから、豪華な猿に小猿ポケモン、ヒコザル。お腹で作られたガスがお尻で燃えている、体調が悪いと炎が良くなる、ねえ、屁こいてるわけでは なくて、うん、無理すんなよ。よし、サンド探そう、もうちょっと。あ、いたわ、その後ろに。ちょ、サンド!ヒコザルの横にいるじゃん、ちょうど。ナイスじゃん。イエス。よいしょ、じゃあこのまま捕まえましょうか。はい、クリボー。頼む。いっちゅう、クリティカル!アース、ナイス、オッケー!よし。いや、いいね、ナイスゲットだ。サンドネズミポケモン。
アローラの姿、氷の上で3度を滑らせ、その距離を競う古来から続くアローラの祭りの一つだ。おい大丈夫かそれして。3度嫌がらないか。カーリングのあれだよね。うん、コマっていうかあれにするんだよね、3度を。まあいいでしょう多分。さて、次に進化をさせましょうか。氷の石だよね確か。氷の石あった、オッケー、使いましょうか。アローラサンドパン、可愛いね。サンドほら見て、めっちゃ可愛い見た目。こんな可愛い子が進化したらほらめっちゃ可愛くなるっていう、もっと可愛くなる。いいね。さあサンドはサンドパンに進化した。よき。サンドパンネズミポケモン、アローラの姿です。大昔は砂漠に住んでいた。鋭い爪を突き立てて氷山も滑らず駆け登るよ。鍵爪みたいな感じで登るんだ。面白いねこの子。よし、スララバリ。大丈夫大丈夫ね、砂漠に行こう今から。溶けるかな。ダメだよ。さあ図鑑がこれで、あとはね残りはね、スカーレット限定とか以外を含めたらね、御三家ポケモンになってきましたね。次回以降はちょっと御三家ポケモン埋めていきましょうか。ちょっと通信交換系もちょっと誰か友達ちょっと召喚しておくわ。オッケー。それでは見てくれてありがとうございました。ダイタラでした。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様。